宮田市の先頭に上がってまいりますのは漁師です。次に獅子が上がってまいりました。次に狐が上がってまいりました。狐はそれぞれ2匹上がってきました。その次に猿が上がってきました。この猿は宮田市の場合には後ろ向きですね。前向きには歩くことができません。いたずら者の猿は神様から罰として、お前は後ろ向きに歩けということで、猿は後ろ向きに歩いていきます。その後じいさんが上がってき、小さい女の子や、これが孫です。で最後に、息子嫁にあたりますかね、おたふくさんが上がってまいりました。今している演目、これは宮出し、宮からスタートするときにこの宮出しを上演いたします。以上が宮田市の演目でした。